それでは今日のハイライト振り返りましょう。さあ今日の先発原樹里でした。スワローズ立ち上がりです。まあ、大橋そして田中俊太勝又敦史とピシャリと3人で抑えました。わずか9球でした。一方ベイスターズの先発は2年目の深澤大輔です。この深澤も立ち上がり奥村山崎そして太田健吾と三者凡退に打ち取ります。深澤も今日2試合目の登板ですが初めての先発のマウンド。立ち上がり0で抑えます。そしてスワローズは2回から市川がマウンドに上がります。小深田にツーベースヒットを打たれたんですがアンバギーそして東純平と打ち取ってしっかりと0で抑えます。そしてゲームが動いた3回の裏です。先頭バッター小森のヒットを足がかりにツーアウトまで取られるんですが2番の山崎です。山崎幸太郎がこの技ありうまく流してレフト線へのタイムリーツーベースヒット。山崎幸太郎今シーズン 初ヒット初打点ということです。さすがベテランうまいバッティングでした。さらに太田健吾ランナー二塁に置いてこのバッティングピッチャーの足元を抜けるセンター前のタイムリーヒット。二塁から山崎幸太郎ホームに帰ってきて幸先よく3回の裏スワローズが2点を先制します。さあ一方のベイスターズですが4回の表の攻撃市川を攻めます。田中俊太の内野安打勝又のライトへのヒットワンアウトを取るんですが小深田がショートのエラーで満塁のチャンスを作って東純平レフト線へ大きな当たりこれはワンバウンドでフェンスまで行きます。ランナー2人が帰ってきて2対2の同点に追いつきます。東純平見事なバッティングで2対2の同点。さらに5回です。ランナー三塁に置いて今度は田中俊太レフトへの大きな犠牲フライです。この回西牧が先頭バッターでヒットでチャンスメイク三塁まで進んで田中俊太がレフトへの犠牲フライで1点勝ち越します。続く6回です。ベイスターズワンアウトの後小深田がヒットランナー1人置いて今日は6番ライトのアンバギーこのバッティング低めのボールをうまく捉えて打球ぐんぐん伸びて左中間深いところに第1号となるツーランホームラン。アンバギー来日7試合目にして初めてのホームランが出ました。アンバギー選手見事なバッティングツーランホームランリードを広げます。さらに7回です。スワローズは市川からピッチャーが長谷川に変わります。この長谷川ですがワンアウトの後フォアボール2つでピンチを招いて勝又にこの右中間に運ばれます。まあ、ワイルドピッチもあってさらに1点を追加されます。ちょっと長谷川が今日は制球を乱していました。勝又今日2安打7対2とリードを広げて9回のマウンドはベイスターズ中川光がマウンドに上がります。まあ、中川光全く危なげないピッチングで橋本松井翔北村橋本そして最後に松井翔空振りの三振に来て取ります。今日はご覧のように7対2でベイスターズが勝利しました。